徴収処分を受けたのは10代と20代の留学生とフリーターで、いずれも中国籍の男性3人です。福岡国税局によりますと、3人はそれぞれ免税での購入が認められる入国から6ヶ月の間に、福岡県内で高級ブランドのバッグや腕時計などおよそ2億5000万円相当を購入していたということです。福岡国税局の調査では、3人は日本に滞在したままで、購入したものについては海外に送ったと説明しましたが、それを証明する書類を保存しておらず、免税の要件を満たしていませんでした。このため福岡国税局は消費税法の規定に基づいて、3人に対し消費税およそ2500万円の徴収処分を決定したということです。